皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね7月6日木曜日ですね、今日はまあ木曜日金曜日ですね、まあ、明日雇用統計、今日の夜が、ISM があるということで、まあ円高方向に行ったり、まあこの1年ぐらい、まあ半年1年ぐらいずっと ISM の前はですね、まあ円高とか地合いが悪いっていう傾向にあったんで、まあある程度ね日経平均が、まあ今日みたいにマイナス500とか、まあドルユーロ、まあ思ったよりね早い段階で下げたなと思いますけど、まあ窓を開けて円高っていうのは、まあ想定の範囲内かなと。で、こっからは、あと経済指数というか、まあ結果次第だと思うんですけど、もう一段下に行くか、またすぐね、145とか、ユーロだったら158かに戻るっていうのは、まあ結果次第だと思いますけど、まあただ、まあ戻したところでね、また明日雇用統計があって、まあまた、リスク回避で円高に行くのかなっていうのもあるんですけど、今日の注目はですね、本来はソシオネクストがね、昨日、大暴落とストップ安で今日どうなるんだって、ザラバどうなるんだっていうところ見たかったんですが、まあそれ以上にですね、今日はトンピンさん銘柄で紹介していたですね、ヘリオスと、カイハンが、ストップ安で、さらに PTS もストップ安になっていて、で、海阪に関しては、まあ、まだフォローされてる、トンピンさんがフォローしてるんですけど、ヘリオスに関してはですね、ヘッダーが変わったりとか、フォローも外れてるので、まあ、今までのアースインフィニティとかね、考えると、一相場終わったのかなっていう感じがするんですよね。まあなのでそこら辺を中心にというか見ていきたいと思います。で、トンピンさんのヘリオスの次はですね、まあ以前からフォローしたりね、ツイートしてましたけども、三つ星になっているということです。で、まあ先ほども言ったんですけど、日経平均マイナス565と、まあダブルトップのような形になってですね、まあ、そこよりも、まあ、そこもあるし、まあ、中期線ちょっと割り込んできたかなと。短期線は完全に割れてきてますよね。で、中期線を割り込んできたかなというところで、まあ、あとはこの後のね、経済指数次第、今日あと明日、今日明日の経済指数次第で、まあ、3万2000を割れてくるかというところですよね。で、あと、マザーズは、まあ、かなりでかくて、マイナス 3% 下げ。まあ今日はその ISM とかね、地合い悪くなる、プラス、まあソシオネクストショックみたいな、ソシオショックみたいなのを、今日結構言われてたんで、まあある程度マザーズもね、落ちるだろうと思ってましたけど、まあそれでもね、3% の下げマイナス24ってかなりでかいですよね。昨日まで中期線に沿ってですね、下髭の陰線で耐えていたのに、もうがっつりチャート無視して落ちてくるというマザーズとなりました。で、まあ、まずはですね、ヘリオス、その後カイハン、ソシオネクストという順番で見ていきたいと思います。はい。で、ヘリオスですね、マイナス324% 下げということで、まあ以前から言ってたね、500から入っている買いの分に関しては、まあこのダブルトップの陰線、そして今日の、まあ、トンピンさんのですね、ツイッター、フォロー外した段階で、売ると前から言ってたんで、まあ当然ね、一番上の1300で売れればいいとは思うんですけど、まあ、その一番上で売れないとはもともと思ってたんで、今日かなり低い位置にはなりましたけど、今日全部売ったということで、ヘリオスはですね、自分も、ノーポジになりました。で、24% 下げ、マイナス300ですね。で、PTS もストップ安ということになっています。772、16% 下げの、マイナス150ということで、まあ、売り、まあ、出来高ね、1万3000で、売り残りがまあ100万株あるんですけど、まあ、こういうところはですね、そんな当てにならないというか、ここが多くても、まあ、寄りつくこともあるし、まあ、ただ初動なんでね、まだもう一段落ちるかもしれないんですけど、まあ、明日のザラバか、まあ、あさって、まあ、あさってじゃないですね、月曜日のザラバもしくは明日の PTS とかね、で、まあ、
600前後、まあ、とりあえずこの窓前ね、600で揉み合ったところら辺でね、値がつけばなっていう感じはしてます。いいんじゃないかなと。まあ一回この窓を閉めたところでね、また反発とかあれば面白いとは思うんですけどね。まあ一回トンピンさんがフォロー外しちゃったんで、変わるかもしんないんですけど、まあチャート的にはね、もう一段なんかあって面白いのかなとは思いますが、まずヘリオスですね。トンピンさんフォロー外して、まあダブルトップで、ストップ安、そして PTS もストップ安ということになっているヘリオスですね。で次が海阪になります。はい。で次はですね、海阪で、海阪の方が先にまあ落ちたというかね、ヘリオスより落ちてて、海阪ストップ安というところから、これヘリオスも相場変わるのかなと今日自分がですね注目というか、売ろうかなって思い始めたのはまず海阪の下げだったんですよね。でまあ海阪は自分は持ってないんですけど、まあきっかけになったのはこのなんか動きがおかしいなっていうところでした。で 18% 下げ、マイナス150と。まあただ海阪の方に関してはトンピンさんフォロー外してないんで、まあ、もしね、海阪、リバウンドがあるとすれば、かなり面白みのある、まあ、押し目とか下げになるのかなと。まあ、ただ今、チャート的にはね、下げなんで、入りづらいんですけど、また平均線とかね、こうやって下髭陽線が出れば、入って面白いかなと思うんですよね。で、まあ、ただ PTS も、まあ、ヘリオスの影響なのかわからないですけど、マイナス100ということで、ストップ安になってます。まあ、ただ、海阪の方は、まあ、アマゾンとの提携だったりね、業績が上向いたりとか、この前も、まあ、太陽光の IR とかも紹介しましたよね。なので、まあ、確かにね、この半年で3倍になってるとはいえね、まあ、ストップ安とかまで行くと、まあ、下から、まあ、1.5 倍とかね、2倍弱まで落ちますんで、まあ、チャート次第ではね、トンピンさんのツイートとかも参考にしながら安いところ入りたいなと思っている海阪。まあ、ただ今のところは PTS ストップ安です。で、次がですね、まあ、本来、ここを今日メインにしたかった、ソシオネクストなんですが、はい。で、ソシオネクスト、まあ、ザラバはね、ストップ安。昨日材料見ましたね。大株主1位、2位が、まあ、全株売却という、かなり衝撃的な内容だったんですけど、まあ、ただ PTS が、12% 下げのマイナス2050で寄り付いているので、14,900。まあ、約15,000ですよね。なので、まあ、このままずるずるいく可能性ももちろんあるんですけど、まあ、とりあえずもしね、売りたかったら、まあ、売れるという位置にはありますよね。買い手があるという状況で、まあ、もうちょっと落ちるかなと思ったんですよね。その、材料があまりにもインパクトがでかすぎたので。まあ、ただ、その国策銘柄というかね、半導体にこれから資金が集まるっていういいきっかけの銘柄だったっていうところもあって、まだ強いのかなとも思いますし、まあ、ただ、もしね、がっつり落とすとすればですね、この半年で見てもね、1万下からかなり上げてきてるんで、もっと落ちてもおかしくないのかなっていう分、まあ正直ね、下げ止まったとはいえ入りづらい。そしてまあポイントになるのが、来週の11とか13とかでしたっけね、昨日の材料で見ましたけど、に販売価格を決定すると言っていたんで、まあそこが、まあ一番、どう考えても一番でかいポイントですよね。だからそこより安ければ、買い戻しでね、そこぐらいまで上がるかもしれないし、その販売価格がかなり安いと、もう一段暴落が来るっていうところが、まあ、ポイントかなと、思います。で、最後にですね、DDS のチャートを見ながら、今日の注目銘柄を読み上げて終わりにしたいと思います。はい。で、DDS プラス4なんですけど、まあ、株価がね、低い分、これでも 28% 上げということになっています。まあ、ただ、昨日の動画でも言ったんですけど、なかなかね、お祭り狙いで買いで入れるようなチャートではないかなと思うんですよね。まあ、確かに上髭の陽線ではあったんですけど、まあ、このままもう一段落ちるかもしれないし、横ばい右肩上がり、を見てね、もしマネーゲーム狙いだったら入りたいなと思っていたんですが、まあ一応今日はプラス4、28%。まあもしかしたら地合いもあったかもしれないですね。地合いが悪すぎて、まあ大型株というかね、
しっかり業績で上がってるところとかが売られた分、まあ、こういった、マネーゲーム的な方が買われるってことはやはり時々ありますよね。で、あとですね、注目銘柄でいくと、まあ、材料出てね、今後結構底堅く上がるんじゃないかなと思っている GNI が、マイナス54、落ちた時はですね、マイナス80ぐらい下げていて、まあ、1274。まあ、ただ、安いところ拾っていきたいなと思いますね、GNI。あとはですね、はい、あとはですね、ビューティー花壇が1215ということで、まあ、マイナスなんですが、引け前に大きく上げて、上髭の陽線となってますね。まあ、下げた時は1170、上げた時1428ということで、ボラリティはかなりすごいことになってますね。ビューティー花壇です。で、今回はですね、以上になります。よかったら、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクあるので、ツイッターフォローしていただいて、で、こちらの概要欄、そしてツイッターにですね、口座解説のリンクあります。FX の口座と、自分が見ているこの SBI の口座解説のリンクあるので、興味ある方は、リンク開いてみてください。で、今回は以上になります。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。